あ、今の社会問題解決のためにうちのいる3000年の未来から1000年前の日本に通話かけてきたんだよね。今の情勢がどうなってるかさっぱりわかんないから教えてくれる？面倒くさくても手伝ってよ。ほんと。で、この間さ、うちの友達と未来のカフェで話してたんだよね。そのカフェ、AI が店員さん役やってて、人間の仕事がなくなっちゃう問題について考えちゃった。1000年前の日本でも、ロボットや AI が人間の仕事を奪うって問題、あったよね。面倒くさいけど、詳しく教えてくれない？うち、今のところ、そのことについてさっぱりわかんないんだよね。あのね、人間の仕事を AI やロボットが奪う問題、今の未来でもあるんだけど、あんたたちの時代にも始まってたんだよね。なんでそうなっちゃうのかって話すと、技術が進化しすぎて、人間がやるよりも AI がやった方が早くて正確な場合が増えてきたから。でもね、それで人間が仕事を失うってこともあるわけ。だから、職の移動とか、新しいスキルを学ぶ必要が出てきたりするわけ。まあ、めんどくさい話だけど、経済の効率化とか、人々の生活の向上にはつながるんだよね。でも、何もしないで放っておいたら、失業とか、格差が広がっちゃうかもしれないから、注意しなきゃいけないんだよね。この問題、どう思う？でもね、未来でも、AI が店員さん役をやるカフェとか、普通にあるんだよね。あれ、便利だけど、何か変な感じ。だって、頼んだドリンクを運んでくれるロボットに、ありがとう、って言っても、全然反応しないんだよ。ほんと不愛想。人間の店員さんなら、ちょっと笑ってくれたりするじゃん。未来って便利だけど、なんか寒いところもあるんだよね。これって、人間が技術に頼りすぎちゃってるせいかな。あ、でも、待ち時間は減ったから、まあいっぱって感じ。最悪だけど、慣れるしかないよね。だけどさ、1000年前のあんたたちの時代、この人間の仕事を AI が奪う問題に対してどう対処してたのか気になるんだよね。なんか動き出してたとか聞いたことあるけど、具体的には教育制度が変わったり、新しい職業訓練が始まったりしたのかな。みんなが新しいことを学ぶ機会が増えて、そういう技術の進歩に対して、人々がどうアジャストしてたのかって、すごく気になるんだよね。だって、うちの未来でもまだ解決しきれてない問題だからさ。あ、めんどくさいけど、このあたりの情報、教えてくれる？ちょっと真面目になっちゃうけど、助けてよ。あ、この話、うちが好きな名言にもつながるんだよね。時代の変化に対応するのは困難だが、その変化に適応する力こそが最も重要だ。って、何かの賢人が言ってたみたい。人々が技術の進歩にどう対応していくか、それは1000年前も未来も変わらないテーマ性なんだよね。だからこそ、新しい時代に対応する柔軟性とか、自己成長の大切さ、それを考えるきっかけになったりするわけ。まあ、どうでもいい話かもしれないけど、考えてみると深いよね。でも、こういうの、めっちゃ重要だから、真面目に取り組んでいくしかないよね。ふう、でも疲れたわ。今回の話、どうだった？未来の電話からかけてくるなんて、めんどくさいけど、たまにはいいかもね。そうそう、このチャンネルにまだ登録してない人、登録ボタンを押してね。未来からまた何か面白い話とか、学びたいこととかあったら、電話するかもしれないから、次回の動画も見逃さないように、通知もオンにしてね。じゃあ、またね。次は何について話すかな。まあいっか、考えるの語でいいや。バイバイ。